こんにちは、みなみです。皆さんお待たせしました。今日は私のいつもやっているボブのヘアセットのやり方を紹介します。いつも通りねやっていくんですが、最近とってもどうやってやってるんですかっていうことをコメント欄とかでもね聞いていただくことが増えたので、嬉しいことに紹介していきたいと思います。前にも紹介したことあるんですけど、まあ、もう一回やろうかなと思います。で、今は何もしてないんですけど、私昔からめっちゃ猫っ毛で直毛なんですよ。でも寝る前にね、私はなるべく寝癖がつかないようにしてるんですよ。で、寝る前にまずドライヤーするじゃないですか。前までは普通のまあこうボーっていうドライヤーだったんだけど、最近はダイソーのエアストレートってやつ使ってて、それがめちゃくちゃ良くて、ロングでもボブでもおすすめで、ボブでも本当にまとまりが良くなるし、マジでツヤサラになるので、アイロンしなくてもいい感じになります。シャンプーは私はリザードの新作のやつと、ヘアミルクもそれ使ってます。ヒカルさんからいただきました、ありがとうございます。ということで、まずはオーダーの仕方をとても質問していただきました。ですが、オーダーも私はうまく言葉にすることができないので、画像をたくさん見せたり、前下がりにはしすぎないでほしいけど、ボブって大体前下がりらしくて、まあ顎ラインぐらいでも短すぎず長すぎずみたいな。で、私は結構まあ面長なのかな、面長っていうか、まあ卵型から面長のまあ間だと思うんで、ボブが顔の形的には合ってて、でもっと合わせられるやり方が自分的にあって、今結構ここが膨らみがないんですよ、私。で、ここが長くて、それが本当に自分の中で嫌なんですね。本当にここがないんですね、横が。そうすると必然的に縦が強調されるじゃないですか、もちろん。だからアイロンとかドライヤーでここに丸みを出す、それを絶対大事にしてて、どんな髪型でもね。でも私の今の髪はこんな感じで、ちょい前下がりで耳にかけたらまあいい感じになるかなって感じ。でもやっぱりね、こういう感じでピーンとはならないです。あとこう見た時にちょっとここがへこんでたりするじゃないですか。なので、ここの横の膨らみを出していくんですけど、これはむずくて、マジで本当にむずいんですよ。ここだけふっくらさせちゃうと、なんかカクってなんかウェーブみたいになっちゃったりするので、本当にふんわりやる感じ。でも正直自分にしかわからないぐらいだと思ってるの。でもそれぐらいの本当に些細なことが大事になる。だって私プリクラとかでも後加工をするっていう風に言ったじゃないですか。だいたい基本頭を丸くすることが一番やることですね。他も多少するんだけど、口大きくしたりねするんだけど、本当に一番大事、一番一個だけやるってしたら何するって言われたら、マジ頭を丸くすることです。でも自分的にはずっと前からこの縦長が気になってて、それを解消するにはやっぱり横を出すっていう答えが出たので、だからワッフルアイロンってそういう役目だと思う。最近ワッフルアイロンって言うとさ、こういう海外っぽい小さいウェーブのことが思いつくかと思うんだけど、それを内側にやると見えないところね、そうするとボリュームが出て頭が丸くなるの、ボリュームが出るので、私は猫っ毛で直毛だからペタってなるんですよ。でもここまで短いボブだとそこまでペタってならないの、浮いちゃうから軽くて。なんだけどやっぱりペタってなっちゃうから、それが嫌でボリュームを出してます。まっすぐにしたい時はこうやって下げるんじゃなくて、これもいいんだけど、ちょっと斜めにしてあげると私は一番まっすぐになると思います。わかるかな、ちょっと黒髪で分かりにくいけど、こういう感じで私はちょっと丸みがあってもいいんじゃないかなと思ってます。やっぱり顔の形的にね、簡単に見えて意外とむずいんですよ、ボブのセットって。まあ私がこだわりが強いだけなんですけど、こういう感じで全体に通していって、寝癖がひどい時はブロック
ブロッキングしてやってます。あと気になるのが、多分さ言っても伝わんないかな、ここが浮くんですよ。これをねペタッとした方がこうやってもっと頭の丸みが出てこうね可愛くなるんですよ。え、わかる？わかんないかな。とりあえず前髪もやりたいと思います。前髪は長さは結構長いのかな。切りたいって思ってるんだけどさ、切ったら後悔するんだよね。でもうちょっとでちょっと撮影があるから、長い前髪の方がいろいろアレンジがしやすいから、だからこういう感じにしてるんだけど、なんか逆に面長に見えるよっていうコメントももらって、逆に何がいいですか教えてくださいっていう感じ。私はおでこが広く見せたくて、奥から結構前髪も取って作ってます。おでこが私はここまでしかないんですよ。なんかさずっと思ってたんだけど、こことこことここの比率が同じだと美人みたいに言うじゃん。私絶対おでこが広い方が美人だと思うんだよね。どう思いますか？だから比率的にこうこうこうの方が個人的に好きなの。わかる？まあ個人的な意見なんで、これが絶対ってわけじゃないと思うんだけど、私結構可愛い子の顔を見るのが好きなんですよ。だから見るのよ、顔の構造とかね。そうするとさ、なんか私が好きな顔の女優さんがみんなおでこが広くて丸いんですね。だからそう、おでこ広い、広いの嫌っていう人いるかもしれないけど、めっちゃいいと思う。でこうやってね、結構アイロン何回も通すと、うわ、ほげがいっぱい立ってくるんですね。そういうのは一番最後にしましょう。こうやって逆に変に固めてしまったら、後でアイロンを通すのがちょっとむずくなってくるので。で、わかる？ここポンポンってなってるの、ここがないので。わかんないかな、ほら、なんか形がさ、シルエットが丸じゃないの。そう、丸くしたいの。でもちょっとむずいんで、それを叶えるためにはやっぱりアホ毛止めとか、アホ毛止めスティックとかが必要になるんですよ。やってみますね。まあ、アイロンまだするけど、ちょっとこれを説明したいからやります。おお、私はこのふんわりが嫌なので消します。すると、わかる？こっちがさ、収まりよく丸になったの。こっちはちょっとまだ長いの。え、わかるよね、きっと。え、わかんないかな。盛り上がってぴちゃんこでこういう感じが嫌なの。私は全て丸がいいの。だからそれを叶えるためにはこれが必要。シュッシュッシュッ、ほら、わかった？違いが。わかりましたかね。でもこれだとぺっちゃんこすぎるので、ちょっとね、膨らませつつ調整します。でまたここがね、カクってなってるので、これを膨らませてあげたい。私のこだわりなんですけど、これがなかなかうまくいかなくて、うまくいかない日は本当に漏れないです。頭の形が顔の印象を変えます。これは結構あると思う。1厘あります、2厘ぐらいあります。私は丸くシルエットを作ることでボブも綺麗に見えます。で、私がこういう、ここは丸くって丸維持で、ここもちょっとだけ横にボリュームがあってっていうボブになりたいので、こういうセットにしてます。伝わりましたか？でもまだね、こうやって内側がたまにうねってたりするので、そういうとこ直すと後ろから見た時も綺麗です。で、前髪は中学の時はさ、なんか巻きとかがさ、めんどくさくてさ、パッツンの方が直しもしなくていいし、巻くとね、マスク時代だったから、マスクの蒸気でもう全部まっすぐになっちゃう人だったから、パッツンにしてたっていうのもあったのよ。けど最近はちょっと中学の時より髪も傷んだのか、巻きがキープされるようになりました。こんな感じですね。こうやってピンつける時もあります。この膨らみが嫌で。最初との違い分かりますかね。で、あとこだわりはここをつなげたり、この前髪のやっぱり幅かな、広く取るとちょっと顔が小さく見えるというか、結構奥から取ってきた方が私がなりたい髪のシルエットに近づく。シースルーにして本当におでこから生やすとこんな感じなの。こういう感じでよりここが強調されるの、この長さ、私が嫌いな頭の長さだから。それを隠すためにもう頭じゃなくておでこですっていう風にしたいの、ここ。
だからこういう感じで奥から取って、これも頭を丸く見せるためにやる行為ですね。ちょっとの違いなんですけど伝わりますか。ここを長く見せるのも一つのポイントです。あとここを出す、もみあげなんで出してんのかね、自分でも分かんない。だけどこうよりここあった方がさ良くない？なんでなんだろうね。これは分かんないんだけど、中学の時から勝手に出すようになった。はい、っていう感じです。あとは最後にスタイリング剤をつけるんですけど、私的にはバームがおすすめで、結構まとまりが欲しいのでここの辺に、なのでバームを使うんですけど、確かにねオイルでもまとまりは出るんだけど、時間経つとさ戻っちゃわない？元に。だからバームとかちょっと粘っこい強めの方が収まる感じがする。これぐらい取ります。これはスイークバイサラサロンのナチュラルバームです。これヘアトリートメントとか保湿クリームスタイリングになります。こうやって髪につけていきます。この辺にはねあんまりつけないようにしてますね。後ろもしっかりつけて、つけるとちょっとウエット感が出るんですよ。こういう感じ。つけすぎ注意なんですよ。つけすぎればいいというものではなくて、触ってるか触ってないかなぐらいで、こういう感じで本当に優しく触っていきます。ベタってやるのが一番ダメです。で正直余ります。あれだけ少量でも余ります。でこれ余ったやつは、これはハンドクリームとかにもなるので、まあ、手にやったり、普通にいい匂いだしね、別に塗っていいから肌に。これはね、これの場合はね。で前髪にも余ったやつで本当にちょっとね、というか完成ですね、ほぼほぼ。どうですか、私のこだわり伝わりましたか。まずは頭の形を丸くすること。正直言うと寝なかったらいいんですよ。お風呂出て乾かした時の形が一番綺麗。寝ると変に寝癖がつくんですよ。だから朝風呂してなんか撮影とかだとめっちゃ漏れるんですよ。まあ自分にしかわからない違いですけど、私がじゃあ見せるわ。ねえねにおねだりする動画あるじゃん、まだ金髪ボブの時。あの時のシルエットはめちゃくちゃいい、あれが好きな感じです。で嫌なシルエットはやっぱ漏れなく頭丸くして YouTube 撮ってますね。もしかしたら探したらどっかにあるかもしれないけど、頭がピッてなっててスタイルは嫌いです。自分的にね、好みで。そうならないように丸くドライヤーこうわーっと下からたまに風当てて盛り上がらせたりするぐらい丸意識してます。もし同じ悩みを持ってる人がいたら、ぜひちょっとやってみてほしい。これボブじゃなくてもロングでも一緒なので、ポニテでもハーフツインでも同じですよ。私今回すかなかったんですよ、髪の毛を美容院でね切った時に。なんでかっていうと、エクステつけてたじゃないですか、ずっと。エクステをなじませるために髪の毛をすいてたんですよ。その隙が結構この辺まで来てたので、すかなくてもいいんじゃないかなってなって、つかなかったです。そうすると結構重たいパツッとボブになります。なんで結構毛先も重ためです。後ろにも結構わかるかな、結構厚みはありますっていう感じで、皆さんにもぜひボブにしたいっていう方いたらやってみてほしいですって感じですね。自分でも結構ボブ気に入ってるし、皆さんからも好評で嬉しいです。それではこんな感じで私のボブの作り方の紹介を終わりたいと思います。使うものは正直好きなものでいいと思います。ただやり方次第で形とか印象もとっても変わるので、私が今日言ったことをちょっとでもちょっと参考にしていただけたらいいなと思います。もし他にも気になることがあればぜひコメントしてください。どこかで答えます。せーの、最後見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。